はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日ですけども、アイテムのこれ、王盗賊の鍵で取れる重要なアイテムを紹介していきます。王盗賊の鍵、結構簡単に作ることができて、これを取るとゲットできるアイテムが、俺はね、4つ絶対取ってほしいものがあるんですよ。その4つを紹介していきます。では行きましょう。それではまずは1箇所目です。ここですね、偽のアラハギーロ王国にある闘技場、この中に、扉があります。そこに行ってください。まあ、町から闘技場入ったらすぐに行くことができます。ここですね。もう既に取ってあるんですけども、ここ、クリムゾンヘルムが置いてあります。73レベルの防具かな？うん。まあ、自分でも作れるんだけども、ここで取ることができるので、かなりお得です。絶対取ってください。そして次、2箇所目ですね。2箇所目はここ。偽のジャイラ密林ですね。ジャイラ密林の奥の方に扉があります。ここに入ってください。扉に入りまして、道なりに進んでいくとここに到着します。この宝箱開けてください。そうするとクリムゾンメイルが入ってます。まあ、クリムゾンメイルも作ることはできるんですけども、素材がいらずにゲットできるので、ぜひゲットしてください。そして先ほどと同じく偽りのジャイラ密林、ここにもう一つあります。入ってください。んで、道なりにどんどん進んでいきましょう。頂上まで着きましたらば、先へ進んで、さっきこっち側に行ったら、クリムゾンメイルがあったんですよね。こっちではなくって、この上に行きます。で、降りて、真のジャイラ密林の方に移動してください。真のジャイラ密林に来ました。で、上に鍵のマークがあるでしょう。あそこまで進みましょう。降りてる途中に一つ宝箱があって、ここですね。ここに、虹色のオーブがあります。で、さらに下に進んでいきましょう。んで、塔の一番下ですね。一番下に、これ。ここにクリムゾンメイルの下があります。これでクリムゾンセットが完成します。まあ、作ることが、何度でも言いますけども、できます。自分で作ることはできるんだけども、一つは、ワンセットは入手することができるので、ぜひ取ってください。そして、重要な場所、三つ目ですね。ここ、真の海風の洞窟です。まあ、ここは、ストーリーをやってると、必ず来る場所なので、行ってる人も多いのではないでしょうが、ここですね。この中に宝箱がありまして、スキルパネルの金があります。金のスキルパネルは本当に嬉しいですよね。絶対取ってください。そして最後4箇所目ですね。4箇所目はここ、真のメルサンディ村です。童話作家の家のところに、扉があると思うんですけども、そこに行きましょう。童話作家の家に入ると、もう左側に扉のマークがありますよね。入ってください。そしたらばこの中にありますね。まずこの宝箱の中に虹色のオーブが入ってまして、でこの壺の中に、金貨が入ってます。で本棚ですね、本棚にハルジオンの制作レシピが入ってます。そのハルジオンっていうのが、扇ですね。これです。レベル85の扇となりますけども、多分これが最強の扇なのかな？わかんないです。まだレシピを全然集めてないのでわかんないですけども、まあ85の武器かなり強いので、ぜひ取ってください。はい、ということで今日はアイテムの大事なもの、王盗賊の鍵。これをゲットした時に入手できる結構重要なアイテムを紹介しました。クリムゾンセットは、まあ作ることができるんだけども、一つ、ワンセット入手できるとかなりいいので、ぜひ取ってください。そして、金のスキルパネル、絶対必要です。で、最後に紹介したハルジオン。まあ、踊り子を使うのであれば、絶対必要だと思うので、取ってくださいね。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。